どうも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 、甘み人間でございます。金額得ゼロ。見ていきましょうか。さっきオデッセイの情報で都合一斉行くやな。どうする？お入るか。入りますね、入りますね。はい、行こうか。お願いします。バラードマジック。あ、目が隠してる。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ、すんません、ただいま満席でして。少々待っていただいても構いませんでしょうか？かまへん、待つ。ほんま、すみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。客を追い返さんのはさすがやな。そこは下に望みよりも強い方が早く中に入りそうやな。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。どこにおるやろか。まずは県内の様子観察しようか。ちょっと姿のコンビニは古いの。女子高生って感じで、よく言えばおると悪く言えばよし、昔前の流行や。同年代の男にはあんまり受けんやろうけど、年の離れたおっさんには案外そのような安定して受けるもんやな。みなみないんだよね、ところを見ると2000円の方針なんやろな。古すぎたおっさん2人、スーツは上物、手だけはイタリア製の高級品、クイーン系か不動産系で間違いない。あの感じだと絶対ちょっと違うな。ボトルも入れてるし、案外のうちのレイヤー。熱心にくどいてるところを見ると、相当に入れ込みようやな。ほう。そこ空いとるや。確か満席中と話し合ったけど。期間中の雰囲気を出すために店に余裕があって、わざと入り口で企画を待たせるかもしれん。なんやあいつ。性欲の権限みたいな男やな。オデッセイはあんな案外人気あるんかいな。なんかや、あれの主婦のおっさんとプレイボーイ風の中年、それに若い袋の画像一人か。あれあれ芸能関係やな。案外のディレクターとかいいや。若いのがエイディッチとこか。客が3人に対してオステスが2人、どうにもバランス悪いの。失礼します、タカコです。はい、そう簡単に一元の客に望みはこんか。まあ、この子からいろいろ話聞かせてもらおうか。おお、こら、えらいべっぴんさんが来たな。おおきに、飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼む。はい、こっちお願い。さっき何聞いてみようかな。のぞみのこと聞いたらいいんやけど。ホスティスの話。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや？さあ、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来んことかもおるし、
同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。おお、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅうんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。ええ流れや。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。さとおりホステスの教育完璧のようやな。これなら目の声だ金持ちそうでも十分に相手が務まるやろな。さて何聞いてみよっかな。のぞみのとことか聞けたらいいんやけど。まあ店の話だわな。今日はまたえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか。まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます。ほう、そうやったんか。おかしい。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい、今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。店はグランドを残すみたいやな。だがその勢いもそろそろ頭打ち。新しい客はのどから手が出るほど欲しいはず。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやな。さすがはうちとタメ張る店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。
そないなことせんでも、望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしても、トップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは、望みやのうてあんたや、山形。私を？あんた、今のオデッセイに危機感を覚えてて、どうにか変えようと焦っとるらしいじゃないか。ほう、一体誰がそないなことを？俺が見たところ、この店、確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら、客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱ですせ。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか？いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。さらに言えば、今いる客層も決して良くはない。金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてるんや。たまに若い客が来ても店の雰囲気に馴染めず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか？まだある。実は今オデッセは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか？根拠はあるんやろな。俺が店に入った時、満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。店内の教育もごっつう厳しいらしいじゃないか。ホステスのレベルを高く保てている反面、バイト気分の女の子はすぐ辞めてしまう。人数は確保したいが、そうは言ってもホステスの品質を下げるわけにもいかん。悩ましいところやな。確かに今そういう悩みがあるのは事実ですわ。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど。こちらの事情は全てお見通しってわけやね。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても、今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか？それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや？まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけや。真島藩、あんたが目つけた秘蔵子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか？敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。
好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。望みのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。うわ、一日やった。飯でも食ってから帰るか。今日は蒼天堀通り、蒼天堀通りの方に行きに行こう。天堀通り、さっき金なら何で。おう、何か俺は、うん、ちょっとそこな。まだ死にません。それはあかんて。待てっちゅうとんねん。知らんな、疲れたわ。一層焼けるものちっちゃいの。え、お米焼きちっちゃない？その後よ、なんかすんげえ時代を感じるな。刀持ってガチコミかけるアホがどこなるっちゅ。ガチコミかけるアホがどうなる。ロストがちゃかとかもっとマジな時ね。その声優と皆さんわからんのか。だからあんたにも息が残るんだ。ここに何やった。すごい人風情が上であまり舐めやがって。僕なんて何も売るのが証明な気分やほら。僕ら本気の取引しとるみたいな。面倒なとこに出くわせもた。私は自分の相手、自分が認めた相手としか取引しない。あなたは私の武器を扱うにふさわしい男かどうか試させて。ダメっすやと、どういうこっちゃ。これから私と手合わせしてもらおう。私をうならせることができればいいわけだ。そう、あんたら望むように相手にしたろ。この体を使うっていうのも訓練やん。ちょ、扱いを見るために。試練や試練じゃない試練試験で殴してから後悔しても遅いで死にさらせや。こんなボケ少し穴っぽくいきます。ちょっと早く教えてください。完全にこいつ取ったね。すげえ。ボガキや。あ？ボーラクソみたいな刀使わせといて何やったん。そっちの棒の方がよくええ武器や。これはどこにでもあったなのあれや。あれ。むしろその刀のこうそこだしが特別に何やったっけ。品物。
何やと。あまりあんまり助かりこせなかった。この再会こんなかせなかったような。二度と私の店には来ない。誰がこの辺の店にちょっと来るか。全く駅の武器屋がおる中で噂聞いてたってこだわざ来たのに。詐欺もええとこや。見てあげてもらう。どこに乗り行きやなんて、ブース、厄介ごとに巻き込まれるのはごめんや。ミスから落ちて入る私さらな。お主。いや、上じゃろ。参加、ビビらせんかや。ちょうど今、お主と十分手合わせできる場所を探しておったところじゃ。そうかい。あっちに選挙ポルテ、なんだかやばそうなね、やっちゃう。あんとこはレインフルーティーやおんじゃ。向き合う痛むんでは、武器で戦わせらなかなかのおんじゃ。おっさんはよかった、あんとこしたさよう。あやつの死んだことは、とあやつとは古い付き合いでな。そう天文に来たのか、あやつの顔を見に行く。見に来るの目的だった。おっ。でっかいじゃ、レインフルを紹介して。何やて？ちょ、余計なことすんねん。固いことを思うぞね。恩人とっても、フィリップにとっても、これで話があるんぞ。どういうこと？ゾリーにはそんなことをこそこそしてるものじゃ。フィリップはとっくの昔からお前のことについておったようじゃぞ。じゃあ、私はそのとこが信用なりません。危険な雰囲気を感じます。お前にしも固いこと言うの。さっさとこの男の試練とやら。ついへんとやられやせんか。わしに見立ててはこの男なら合格するぞ。はぁ、あ、はぁ、あ、なんで俺が試験受けたかる。俺は別にこの男の店にやる理由はないんだって言う。マジモチ、先ほどの二人の戦いを見て何か思ってるような顔しておったらバレとる。都合しか、つくつくとか戦いの才能がある男のようなおじ。いや、そんなんとちゃう。ただ、しょうもないことを見せたり。だが、もし、そのしょうもない思いつきがたこの武器の達人フィリップに突き刺したら、それはきっととんでもない思いつきに違いない。ひらめきを生かすのも殺すのも思いしたり、どうじゃ試したくも、試してみたくなったのではないか。うん。今日はいろいろあってくたくたない。さっさと終わらせるで。お前もいない。あなたがそこまで収めればいいでしょ。決まりじゃ。さあ、お店は何を使う。相手は武器屋じゃ。きっと何でも揃ってるぞ。俺はそこで捨ててやったとね。バットやと。バットなんてあったんや。犬まで出た。小太郎。遠慮しいのみじゃ。これまた面白い対決になりそうじゃろ。では早速始め。ああ立ち込みで使ってたら思い出しただけ。昔よりよく触れ取れとったと思うけどな。わしもびっくりしたわ。さすがの虫でもフィーフを相手に付き合いがてばさつらいかと思ったけど奇遇じゃったか。でフィーフを言ったか。俺のパートさばきはどないやった、はい、もちろん豪華。あなたのような人にこそ私の店の顧客になっていただきたい。店って武器の会。
そんなん言われて今の戦い方見ればわかる通り、俺は普通の武器にも興味ない。私は交通、私はただの武器を横流しているだけの売人ではないですから。どういうことじゃ。今から5時間ありますか。私の命令は近く、私は近くにあるのを案内いたします。そこでお話しましょう。休暇や。はい。私たちの店、流ご飯店で、表向きは妻と二人でご中華料理店を営んでいます。こちらが妻のロンコです。新しいお客さん来たのによろしくよ。それ、ただの麦屋とちゃうって言ってたが、それは一体どういうんだ。はい。この店で主に取り扱っているのは、私自らが魂を込めていた伝染した武器の数々、いわばオーダーメイド。あんた武器商人やのって武器職人やったっちゅうわけか。そういうことです。さあ、それでは早速ですが、うちの武器の作り方をご案内、ご紹介いたします。何が？全体の力を駆使して世界中の強力な武具を手に入れてみましょう。いいじゃんって珍しい素材を持ってきて取ってきてもらおうか。なかなか変わった思考もしません。世界各地の武器商人と二人パイプを作るのが私たちの目的なのですが、エージェントによってはジャングルにもできます。ジャングルの高さと宝探しかいな。それは面白そうやな。そういった古代文明になった場所からは美しさを追求した武器が武具が出てくることもある。私はそういう武具を取り扱いたいと考えている。おお、それとある程度投資していただく場合、お礼として私が武器の使い方を教えいたします。それじゃあ、さっき俺と戦った時はまだまだ本気がなかったということか。先ほどはあくまでも試験でしたから。クイーン男やの。で、せや、それで思い出した。俺めっちゃ腹減っとんやった。ここ、表向きは中華料理なんやろ。なんか飯食わしてくるやん。あ、いや、そっちの客でもあったか。それじゃあ、とびっきりのご馳走用意する。私に一つ頼みがある。何の急に。あの店のこと、多分に見えないおもじゅんちゃん。あの二人の様子には注意しておいてほしいのじゃ。あの二人は何か問題でもあるのか。今はまだ詳しくは言えない。このあの店がそのうちとんでもない相手を敵に回すかもしれんじゃ。どういうこっちゃ。あ、今はまだ心配だな、そうそうじゃ。とりあえず気が向いたら、あの店で武器を買ったり、探索の発注をしてやってくれ。わかった。もしもこれから飲んでいただいてまいと。お主もせいぜい、精進せいよ。何かな。じゃあ一旦ここまでかな。サブクエストが発生してるらしいんだけど、どこにあるか絶対わかりません。ちょっと探していきますわ。ではではでは。いや、これからアパート帰ったら話が進むんですが、一旦ちょっとぐるっと回ってきます。では、一旦ここまで。お疲れ様でした。